こんにちは、アリスです。心です。では今回はムーンショット目標の一つ目の解説。はい。今日は一つ目の目標について解説していきます。ムーンショット目標1、2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現。身体、脳、空間、時間の制約ってどういうこと？では、まずこれを見てください。なんじゃこれ？これは身体、脳、空間、時間の制約から解放された時に、できることです。なんだか映画の内容みたいだね。そうですね。少し現実味はありませんが、目標では誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティック、アバター基盤、というターゲットのようです。サイバネティック、アバターって何？サイバネティック、アバターというのは言ってしまえば、自分の身代わりです。ロボットや 3D 映像でのアバターとしてだけでなく、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張する ICT 技術やロボット技術を含むことです。何かよくわからないね。もっと簡単に言うと、サイボーグ化や、マイクラ生活です。それを現実で行おうということなんだね。でもさすがに無理があるよ。そうですよね。私もそう思います。これは目標の文言です。なるほど。まずは上側の、誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティック、アバター基盤、について解説していきます。2050年までに、複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって、という文章についてですが、でかくてややこしい事業を自分の身代わりとロボットを遠隔操作して実行しようっていうことです。それを複数人でやる。そんな技術を開発して、そのための準備を終わらせようってことです。なるほど。マルチプレイってことだね。下の文章についてですが、これはマイクラで言えば一人でたくさんのプレイヤーを操作して敵を倒すって感じです。そんなことしたらとても頭がこんがらがる。では、サイバネティック、アバター生活、について見ていきます。2050年までに、望む人は誰でも身体的能力、認知能力及び知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を、という文章ですがこれは、誰でも欲しい人は最強の体、最強の知識を得た上でする生活様式を作ろうということです。最強の知識、欲しい。でもこれはスマートフォンに置き換えるとわかりやすいです。昔はどこでも遠く離れた人とは会話できると思えなかったでしょう。でも今ではみんなスマホを持って、好きな時に好きなように電話できるし、ゲームだってできる。なるほど。だから今はみんなが身体機能を拡張できるなんて思わないけど、未来ではスマホと同じようにやりたい人は拡張できるってことだな。はい。2030年には特定の仕事のために、2050年にはそれが当たり前になることを目標としているようです。なんだかワクワクするね。ただしこれはソシエトイ 5.0 時代のサイバー、フィジカル空間で、自由自在に活躍するものを目指しています。結局は人間はデータ化してしまうの。それに関してはソシエトイ 5.0 で、内閣府はこの一つ目の目標において、誰もが、場所や能力の制約を超えて社会活動に参画できる社会、を作りたいようです。その場にいなくても必要な能力を身にまとって社会に参画する社会だということです。便利な世の中になるといいね。そうですね。じゃあ5つ目の目標についてはここまで。バイバイ。また次の動画で。さようなら。